えぐいな、これえぐすぎやろ、これいきなりこんな降るか。はいどうも、カーディストリー道場のしっちーです。このチャンネルではこのトランプを使ったカーディストリーという曲芸の解説をしてるんですけれども、カーディストリーって何って言ったら、まあこういろいろなですね、こう形でこうカットですね、まあ、こんないつもこれシビアカットって言って、まあ、最初ね全然できないけど、まあ、練習するとね、まあ、いろいろできるようになって上達が実感できて、すごいですね、楽しい趣味になってます。まあ、このコロナ禍において家の中でじっくりね一人でできるいい趣味だと思いますんで、興味を持った方はぜひですねトランプ買ってみてやってみていただきたいなと思います。まあ、いつもね、まあ、これ自分の部屋なんですけど、まあ、ここでね撮影してることが多いですけど、ちょっと今ね今日雪が降ってて暖房つけてますけれども、部屋が温まるのが追いついてない状態なんでちょっと寒いんですね。マフラーもちょっとしたりしてますっていう状況なんですけれども、今日やるのは後ろの壁ちょっとご覧いただきたいんですけど、越すにあたってまあちょっとねこの家の壁を、まあ、このね、ここ千鳥格子なんですよ。地味に壁紙をこう千鳥格子にすることで、まあ、動画映えするかなみたいなね、ちょっと浅はかな考えでこの壁紙にしてたんですけど、まあ、この動画撮るにあたって、まあ、このカーディストリーの手元をね撮ることが多かったり、あとはこの話すときは、まあ、バストアップショットでやることが多いんで、結局この白いところしか映らんやんみたいなね、あんまり映えてないなみたいなね実感があるわけでございます。まあ言うとこれちょっと殺風景すぎやしねえかって話で、まあ、せっかくこの白いねスペースが多いんで、ここをちょっとなんか飾りたいなと、やっぱね YouTube の動画撮るんだったらなんかあった方がいいよねっていうことで、まあ、他の方ね、まあ、いろいろ動画見ると、まあ、観葉植物とかね人形とか絵とかね、まあ、いろいろ飾ってるの見ます。まあ、このチャンネル何のチャンネルなのって言われたら、やっぱりカーディストリー道場だよって話ですね。やっぱそのカーディストリーにまつわるデックはやっぱね映えるじゃないですか。飾ってあるとねデザインがもう一つ一つがもう言ってみればアートなわけですから、と考えて、まあ、デック飾りたいなと思うんですけれども、まあ、それと別に一ついいものがあるんです。それはこちら、こちらがですね、以前このチャンネルの動画で作ったアート・オブ・プレイのアルティメット・デックっていうですねフェイス面が全部違う絵柄になってんねんっていう話、これすごいねかっこいいなと思ったんで、額縁にね入れるぜっていう動画を以前出してました。でそれで作ったはいいけど、これ壁にかけるのにフックがね付属してなかったのとね飾れなかったんで、そのまま床にずっと置いてました半年ぐらいからね、まあ、動画撮る時にチラチラ映り込むけどもみたいな話で、なんかあんまりいい感じでねこれ使えてなかったなと思うんで、今回ですねこれもう壁に飾ったろうと思ってます。今回はドドン最寄りの石黒ホーマの方でこちらのねフック壁にね付けれるフックっていうのを買ってきましたんで、これで付けたろかなと思ってます。5キロ耐えれます。こう両サイドに付けてかける、これは額縁にセットで付いてたんで、これを使ってかけたいと思います。はい、そしてデックをねやっぱ飾りたいという話で、まあ、前から思ってたんですけれども、まあ、デックを壁に飾るならウォールシェルフっていうもんがねあるじゃないっていう話で、まあ、ウォールシェルフをつけて、まあ、そこにデックをね、まあ、並べておいて、まあ、好きな時にね、こう手に取って使えるみたいなね、なおかつそれがまあ、この動画のね撮影でそれ背景にあればいい感じのね動画が撮れるんじゃないかなということで、楽天ポイントを使ってですねちょっと今回ポチりました。それがこちら、これがウォールシェルフ、これ3個でまずね日本語で言うと壁掛け棚、英語で言ったらウォールシェルフ、これが3個セットになってたもので、まあ大体6000円ぐらいかな。でもう1個が壁掛け飾り棚、英語で言ったらウォールシェルフです。でかいやつ60センチあれ、さっきのやつが半分ですね、30センチのやつ、4つのウォールシェルフこの壁に、ね、つけて、あとはこの額縁ね、これドーンとこれをメインに据えてデックも一緒に飾っていきたいなっていうのが今回の動画になります。それじゃあ早速やっていきたいと思います。スタート。これいいですね、この商品ですね、壁に取り付けたの金具と、このピンとねネジがついてきてるんで、これだけ買えば付けれるっていうすげえ楽な商品です。あとこれ説明書がついてて、これでもできます。ご飯テープ、
はいどうもカーディストリー道場のシッチーです。こっち側にいたらいいのか。はいどうもカーディストリー道場のシッチーですみたいな。はいどうもカーディストリー道場のシッチーです。これ最後の1個はこれをマリオブラザーズじゃねえんだから今ここかつなげちゃうっていう、いやなんかちゃうな、どうしようかやっぱ飲みましょうか。斜めになってないかな。オッケーオッケー、わからん。よし、じゃあこんな感じでこれからどこに立ったらいいのかな。ここら辺に立って撮ったらいいかな。はい、ということでちょっと思いのほか時間かかったんで、とりあえず棚できました。ということでこんな感じになりましただっていうね感じなんですけど、まあ、これから、まあ、こんな感じでこっち側こうか、まあ、こんな感じで多分配置的にお話しさせていただくことが多くなるのかなみたいないう感じですね。デッキの配置こんな感じでしてみました。まあ、こちらがですね、まあ、本店コーナーですね。ここがカーディストリータッチのコーナーで、ここがエニワンとローターズインハンドが置いてある。であとカーディストリーゲームね、なんか紹介できたらしたいなと思ったけど、カーディストリーの向けのカードゲームですね。でそしてここが、日本コーナー、エニマンのスーベニアファン JPN、 キーンとしてピンさんの、プロトタイプ2とウェルカムバック、ここが水玉プレインカードの V2 ですね。まあ、スペクトラこんな感じでね配置させていただきましたけれども、いかがでしょうか。まあ、今後ねここでこんな感じで喋ることがね多くなるのかなっていうふうには思うんですけども、まあ、これから、まあ、一目でね、あ、これ何のチャンネルなのかなっていうのが、まあ、分かりやすくなったかなというふうに思います。まあ、トランプね、なんかやってるチャンネルなんだなっていうのが、まあ、この背景でね、伝わるかな、伝わってくれ、伝われっていう感じでね、まあ、結構ね、例えばこれ見切り発車でね、大体こういうのいつもやっちゃうんですけど、このレイアウト、いかがでしょうか。うん、結構ね、いい感じにできたんじゃないかなというふうに思います。これからこのデッキのね、まあ、どこかに、まあ、なんかちょっとここでも遊びの用途みたいなの入れれたらいいかな。なんか1個だけ佐藤の切り餅になってるとかね、あとは全部ただのバイシクルになっちゃってるみたいなね、石とかもねあるかもしれません。小ネタもここ使って挟めたらいいな、できたらなっていうふうに思ってます。まあ、カーディストリーチャンネルらしい背景に、ね、なったんじゃないかっていうね感じになりました。もうこれやってみたいなっていう方はね、ぜひ楽天市場とかでね、これ楽天で買ったやつなんで、多分サボールジルで探したら出てくると思いますんで、今回の動画ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。いいね、話でございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画はここまでになります。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 See ya! Bye!